どうも。頼みがあるんだ。半沢さんの奥さんにかけた呪いを解いてほしい。無理。どうして？貯金箱のエネルギーを使ったから。貯金箱？汚れを貯めておく装置、あの時初めて使ったけど強すぎてコントロールできなかった。貯金箱は君が一人で作ったんですか？先生が基盤を作って私が増幅させたの。さっきのあなたの記憶でしょ？先生を知ってるの？これからあなたを呪います。祓える男、見える男、彼らが挑むのは。なんだよこれ。呪いが生んだ怪奇事件。三角窓の外側は夜。何かいるね。あそこです。